首ないですか。はい。はい、こんばんは、情報学研究科の OG で、今は大阪府立大学で非常勤やってます、大谷と申します。で、私がちょっとこのラインナップでやりにくいんですけど、今日紹介したいのはプロレスを、まあ、テキストブックとか言ってますけど、完全にデータ本ですね。濃いですか。いや、私らの世代70年代生まれとかって、まあ、家でプロレスごっこをやったりとか、学校でプロレスごっこをやったりとか、そういう世代なんで、キネクマン世代です。あ、そうですね、まあ、それもありますし、うちは兄がいたのでよくプロレス技かけられたりとか、かわいそう、よくあるんですけど、で、まあ、普通に好きなプロレス技はって聞かれたら答えられるぐらいじゃないかなと思ってたんですけど、そんなに普及してないっていうか、まあ、ちなみに私はノーザンライトスープレックスが好きですと言ったんですけど、プロレスってスポーツじゃないんですよ、要するに。まあ、吉本新喜劇的な、まあ、筋書きが大体決まってて、まあ、島木ジョージのギャグを楽しんで、でどんなキャラが出てきてって、そういう、まあ、プロセスを、予定調和的なプロセスを楽しむっていうのがプロレスで、で、まあ、その役者さんにはまるというか、まあ、宝塚のファンみたいなもんで、そういう感じですね。で、プロレスっていうのは完全にショーの世界で、まあ、最近あんまりやってないんですけれども、新日とか前日とかそういうのはもう完全に松竹新喜劇、吉本新喜劇なノリで見てます。で、まあ、そうぼーっと見てて、すごいでかいお兄さんがくるくる回ってバーンってやったり、そういうのが楽しいというだけのものですね。で、最近ちょっと、こういうプロレス世代にとって、気に食わないのが、総合格闘技だとか、生半可な、実戦系 の、 まあ、K-1 とか、ああいう、はい、大きな質問、ごめんなさい、ごめんなさい、で、まあ、ああいう系の、そう、本格派格闘技とか言いつつ結局ショーやんっていうのがすごい気に食わないというか、開き直れよって言いたいんですよね。結局ショーをやるんやったらプロレスぐらいにショーマン精神を見せてくれっていうような、そういう意見なんですね。で、だからこそあえて今プロレスを推したいという気持ちでいたところに、ジェスト池の本屋の前をふらっと通ったら、プロレスコーナーがあったんで、それは熱いと衝動買いしてしまいました。で、まあ、内容は、そう、内容の話全然したいんですけど、昭和のレスリングの歴史、力道山から猪木から馬場まで、まあ、そうで、外国人レスラーもね、そう、ハルク・ホーガンだとか、そうキラーカーンとか、なんか、まあ、今は政治の人、政治とかに流れている人とか、あとはアニマル浜口とか別の方面で有名になった人とかを載せたりしてますね。で、あとこれのいいところは、その年代別にその70年代に何があったとか、1900何年に何がありましたとか、こう歴史が書かれているところで、まあ一個一個の試合が本当に予定調和的な流れなんですけども、全体的な流れからいったら、こう熱き男たちの戦いがこう延々と脈々と継がれていて、でタイガーマスクの初代2代目3代目があったりとか、まあ、そういう歴史をまあ、バーッと書いてて、で最後の方にチャンピオンの記録だとか、何々大会のチャンピオンが誰だったとかデータも載ってますし、で今の、プロレス団体 の、 系統図ですかね、系譜とかも持ってて、で、そうなんですよ、今はすごい分かれに分かれて、まあ、女子プロレスはすごい別なんですけども、もともと日本プロレスっていうのが一つあって、それがこう分かれて分かれて、新日だの前日だのになって、そうそう、最後は今はどんなくらいのっていうのか、ノアだとか WMF とかハッスルだとか、もうなんか訳が分からないことになっていて、で、まあ、そういうプロレス界の全部が分かる本、データ本になっています。でこれを見て、この DVD があれば完璧なんですけども、まだ時間が余ってますね。というわけで、プロレスっていうショーを皆さん楽しもうという、
で技の名前とか覚えるのもすごい楽しいんですよ。こうあの子供がポケモンの名前を覚えるようにそうですね、そうバックドロップの系統だとか、そうですね、なんとかブリーカーとかいろいろあるんです。マンハッタンなんとかとか、まあいろいろ持ってます。で、楽しんでほしいなと。 DVD を揃えて秋の夜長にプロレスはいかがですかみたいな感じですね。はい、以上です。ありがとうございます。リアルの試合は見に行ったことはありますか？ないんですよ残念ながら。近くだとどこでやってるんですか？近くだと大阪プロレスが、あの地方巡業で新日本が回ってくるとか、そういうたまにあの道路歩いてるとポスターが貼ってありますね、市役所が。そうそう、あ、地方巡業で貼ってあるのか。で私は高校、中高時代にあの東北にいたんで、あの道のくプロレスとかが結構熱かったですね。そう、あの東北だけでしかやらないプロレス団体が結構熱いです。そう、好きな年代とか。好きな年代、80年代好きな年代やっぱり、あの頃は良かったというか、ノスタルジックな重心サンダーライガーとかアニメからあの実物のキャラクターに行って、で技もキレがすごく良かったりとかするんですよ、はい。なんか戦後のプロレスってそれで日本が勝つことによってその海外に対する恨みとかをなんかごまかそうだとかそういう話を聞いたんですけど、そういうことはなんか書いてあったりするんですか？そういう、まあでもちょっと、あのアメリカからの資格とかそういう形ではあの書いているかもしれないですね。そうですね、あの猪木が誰々を迎え撃ったとかそういう感じで。戦後って日本で武道って禁止されてたと思うんですけど、プロレスは話の件とか見てもプロレスあった時代って、ボクシングとかある。ボクシング、武道、なんかあの日本古来の剣道とか柔道とかそういうのはあり方をすごくスポーツってことに変わって、10年ぐらいは確か禁止されてました。彼は弓道部なんで。弓道とかもダメなんだ。あ、全部ダメです。何でもダメなんだ。その大日本武道会かなんかが統治したら全部ダメでした。プロレスはもう日本精神を崩すのが戦後のアメリカの役割だったんです。プロレスってよくショーだっていうふうに今は言われてるんですけど、はい、やっぱりその昔からそういう見方はされてきたんでしょう。どうなんでしょうね、まあ、大人はそういうの分かってたかもしれないけれども、やっぱ子供、うん、そう、力道山が好きな子供がたくさんいたりだとかして、やっぱりあの巨人の長島とか、うん、あの大砲だとかそういうあの流れでヒーローとしてそのプロレス選手がいたっていう時代はあったので、やっぱりそうっていうと確かにいい言い方なんですけど、はいはい、一方でそのレキレースっていう言い方をしてしまうと本気で楽しめないんじゃないかと思うんです、はいはい、あ、日本人でそういう、なんかね、あの型を楽しむっていう文化があると思うんですよ、その吉本新喜劇じゃないんですけどもあのすごい海外ドラマ24とかドラマティックな展開も面白いけど、あの新喜劇だとか、あの、まあ、そうそう、水戸黄門とかベターな展開をあの安心して楽しむ。で水戸黄門が、あの助さんが賀来さんが由美かおるがどう活躍するかっていうのが楽しいっていうのと、あの大体こう似ているんじゃないかなと思います。でも韓流が受けたもん、その